嫌いじゃないし本気になっちゃうんですよね。辛いこと嫌なことがあったら俺を見ろ、そして笑え、パワーでさ、ちょっと映画フェスって言ったら、はい、俺一つだけやりたいことがあるんだよ。っていうのが、前夜祭、あそこに、ぜひ呼びたいなっていうやつがいるんだよ。おお、それ誰ですか？平林先生。おいいですね。あの人が来てくれたら、はい、畑岡すごい喜ぶでしょ。そうですね。けど出てもらって平林先生はどうします？何やってもらいますか？そりゃあさ、はい、歌ってもらえます。平林先生に歌ってんです。1曲歌ったら畑岡喜ぶぜ。というか、まあ、そもそも出てくれるかっていうのもありますけど、だからまだその辺もわからないじゃん、はいはいはい、だから最初平林先生に、はい、歌を歌えるもんなのかと、はい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 、そしてもう一つ、はい、スケジュールその日、はい、空いてるのかと、はい、聞きましょうよ。今フェスとは言わずにってことですか？言わずに、うん、ずるいやる。断れない状況にして、最後に実は映画フェスなんですけどって。ずるい。お前知ってんだろ、先生の連絡先。知ってますけど。ゲロ。大丈夫ですかね。大丈夫だって。先生喜ぶって。いや絶対にマナーなってないですけどね。じゃあ書きます。うん、いるかな。そうですね。ボリューム大丈夫？ボリューム最大。最大に。エレガントマナスクールの平林でございます。あ、もしもし。はい。僕江頭2時50分と言いますけど。おはようございます。おお、先生でしたか。はい、どうもどうも。ハワイ楽しかったね。楽しかったですね。それからもう随分ご無沙汰でございますけど、お元気ですか？あ、俺は元気なんですけど、先生は元気ですか？ちょっと心がエガちゃんに対して病んでました。何があったんですか？言っていいんですか？俺には宮古しかないとか言って、なんでエガちゃんは結婚する条件とかを YouTube で上げてんのか。先生が怒った回がこちら。今日は江頭さんに結婚相手に求める条件を発表してもらおうと思います。江頭さんの結婚の条件、うん、24個というわけで、江頭さんが結婚相手に求める内面的な条件はご覧の12個。続いては外見的な条件を発表してもらいたいと思うのですが、大人のおもちゃが好きな人。これはね、まあいろんなおもちゃが次々に出てるから、うん、最近のはなんか発掘してるんですか？このくらいの今頃全スマホ踏んだけちょっとコメント欄で答えてさ、一応これ24あるじゃないですか。はい、いくつ当てはまってたらいいですかね？16ぐらい。多いな。16。ということで、頭のおかしいお前ら、もしこういう女の子がいたら教えてね。そして僕と結婚しましょう。話は戻り、汗別れたのとか、うん、どうしたのとか、もう私は大変なんですよ。今度会ったらもう
コボコにしてみたよ。ちょっとよ、どんなに恥かかされたか。周りの方から、周りの方からいろいろ言われたんですか。そうなんですよ。そちらの電話で申し訳ございませんけれども、本当にもうなんか心がちょっと病んでた時あったんですよ。ピシーのかわからない、別れたとかってそもそも付き合ってないですからね。そうですよ、はい、先生。そうなのにどうしてそうなったのかって、なんで別れたのって言われても困っちゃうし、ちょっとね、周りがこう騒ぎ立てすぎてるよね。そうですよね。だから先生ももうちょっと落ち着いてくださいよ。いやいやいや、でもエナちゃんのこと嫌いじゃないし、性格いいし、はい、どっちか言ったら性格は好きなんだからそう言われたらどうしてかなって、なんかこう本気になっちゃうんですよね。ちょっとネタが変わってきたよ。おいおいおい、ネタって何ですか。いや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 、2人の出会いは、こんにちは、芸人の江頭2分です。私、鬼のマナー講師と呼ばれています、平林美也子でございます。どうぞよろしくお願いします。今日一日よろしくお願いします。コミュニケーションは頭を下げずに目を見ることでお願いいたします。それでは今一度よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マナースクールの講師として銀行や美容院など年間300以上の研修をこなし、スパルタ教育が有名な平林先生に、一段上の男になるためのフランス料理のマナーを学びます。先生、今日は一日ありがとうございました。こちらのこそ、お料理も美味しかったけど、江頭さんとお話していることがもっと美味しく、今日心残りぐらいぼわっとしてます。とっても美味しかったです。お話が、江頭さんのマナー、はい、100点満点でいうと何点でしょうか。はい、もう人の言うことを一向に聞かない、マイナス50点。おい、あげんじゃねえよ。その後何度も会ううちに、ああ先生、ちょっと女の相談いいですか。女の相談実は俺セクシー女優の恋淵桃奈ちゃんっていう、桃奈ちゃん、はい、大カップの子を好きになったんですよ。恋淵桃奈ちゃんは趣味がアニメ、はい、あとゲーム、うん、それが、うん、俺はアニメもゲームもダメなんですよ、うんうん、そこの違いがあるんだけど、うん、これからその子をずっと好きで行っていいのか、うん、それともこれきっかけでやめちゃった方がいいのか。無理やね、やめなはれ。スパッと言うね。その通りだね。こんだけ人間性がいいんだから、それを見出してくださる人って、見出してくださる人、もうエガちゃんってやっぱり素敵な男性なんだって思ってくださる人はこれからたくさんあるから、慌てることはないですよ。人生まだまだこれから。お前しかいないよ。やっぱハワイに行こう。ハワイに行こうよ。ハワイに行こう。ハワイで愛が芽吹く。最初喧嘩してたじゃないですか。もう遠見の中だったですよね。そうですね。遠見。ちょっと待って、遠見が死んじゃったのですが。最初、俺たちは遠見の中だったですよね。そう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 、はい。喧嘩ばっかりだった。そうですね。それが人間を知るごとに、あ、先生って深みがあって純粋かもって思ったんですよ。かもってどういうことですか。かもって純粋ですよ。純粋ですね。すでに引っかかるんですよ。やっぱちょっと好きになってきてる。参っちゃうな。参っちゃうな。困っちゃうな。コメント欄と一緒になってきてんだよね。どうしたらいいんだろう。話を一旦エヴァフェスに戻します。先生って
歌とか好きですか？それは歌は好きですよ。下手ですけど大好きです。最近よく歌ってるのはあの夢の中へ。井上陽水。そうですね、夢の中へって好き。ロマンチストだな。でね、はい、先生、はい、8月の17日って、はいはいはい、スケジュールどうなってます？8月の17日。だいぶ先であれなんですけど、そうですね、おまけですから。あ、大丈夫です。お、大丈夫？はい、そうですか。はい、デートです。いや、デートじゃなくて、はい、その日、はい、僕らエガチャンネルチームで、はい、17、18で、はい、エガフェスっていうフェスをやるんですよ。すごい。で、その8月17日前夜祭の方に、はい、先生が出て、はい、1曲歌ってもらいたいんですよ。嘘。あたおかは先生が出てきたらすごい喜びますよ。本当ですか？もうさっきでも、もうボコボコにしたいって言ったのもう超消し。ブリーフ団 M から。東田さん、うん、せっかく先生出てくれることになったんだったら、うん、あの2人でデュエットとかした方がいい。うるさいやめえよ。ちょっと、いや絶対盛り上がりました。俺もうサックスでもう十分大変だっつうの。ちなみにあのデュエットって言えばどんな曲思い浮かべます？ロンリー・チャップリンとか。いやや、るってことじゃないんだよ。やるってことじゃないんだよ。やるってことじゃないんだよ。先生、ロンリー・チャップリンは歌えますか？もちろん。ものすごい前向きになっちゃって。先生のおばさん、いいじゃないですか、2人で。いや勘弁してくれよ。じゃあ、はい、前夜祭で、はい、わかんないですけど、先生がまず夢の中へを歌っていただいて、そっから今度は東田さんが後ろから来て、そしてロンリーチャップリンを誰で歌うという。素敵。先生、歌ってもらえますか？歌いますけども。めちゃくちゃいいじゃん。なんだよこの積極性。じゃあ先生、前夜祭出演していただけるということで改めてよろしいですか？はい、かしこまりました。喜んで受け止まります。ありがとうございます。お願いします。失礼します。失礼します。なんでよ。なんでよこの流れ。これは喜びますよ。ちなみに前回は演奏後に愛の告白があった。それでは江頭2時50分がハーモニカを演奏して歌い上げます。青空です。ありがとう。青空でございました。俺この場所で、はい、この空間で伝えたい人がいるんだよ。俺の気持ちを伝えさせてください。手紙させてもらいました。話は戻り、エガフェス前夜祭で平林先生とロンリーチャップリンをデートすることが決定と。素晴らしい。素晴らしい。はい、ということで頭のおかしいお前ら、
前夜祭は来るなよ。これから俺が伝説を残していくから、お前ら見てろ。わかったな。